はい、じゃあさっきの選択肢は元に戻して、うん、でその後の選択肢の、ね、交番に行くを選んで続きやりましょう。はい、はい、女の子の手を引いてこれか、交番へ、ね、行きましょう。交番へレッツゴー。とにかく交番だ。よし、とにかく交番。女の子の手を取って駅前の交番へと向かった。ところが交番の中は空っぽだった。 いつも当たり前のように警察官が駐在しているのに、なんでこんな時に限って留守にしているんだ。空っぽはあかんやろ。恐る恐る後ろを振り返ると、鬼の形相をした杖の男が追いかけてくる。やべえなこれ。こうなったら走って逃げるしかない。おー、女の子の手を引きながらJR 山手線のガードをくぐった。山手線と書いて山手線と読む。東京都区内で環状運転されている電車。朝の通勤ラッシュは凄まじく、特に上野駅から御徒町駅までの混雑率は 216%。 もうおかしいおかしい、定員143人のところに約300人。神戸のやつは山手線ね。あ、そうかそうか。皆さんお疲れ様です。はい、大丈夫だ、任せろ。不安げな女の子に声をかけて励ます。とその前にこれ頼む。コンビニの前を駆け抜けながら表で掃除をしていた店員にゴミ袋を投げた。おいおい困るな困る。こっちだ。あ、同じとこ行ってるやん。うん、人混みに紛れて路地裏に入る。おっと、あ、でもあれですよ、あの加納とはもう出会ってないからね。交番に行ったけど誰もいなくって。加納っていうか、ここに来た時は杖の男に追いかけられて来たんやろ。そうそう、加納って会ってないから、あの加納が気絶することもないっていう。あ、そうやね、なるほどね。そうやな。ってことはここで加納のエピソードに戻ることができるのかな。そうかもね。このまま多分同じ話を女の子から聞いて、うん、ですよね。じゃあな、この中年男性は一体何の目的があってマリアとか瞳に近づいてきてるんでしょうね。何の因縁があるんやろうな。そうそうそう、因縁を感じるよね。絶対誘拐とかそういうんじゃないですよね、きっと。うん、そらな、撃とうとしてたんやろ。そうそう。ありがとうございました。それじゃあ私行きますね。瞳はアチに向かって深々と頭を下げた。いや待てよ、行くってどこに。店から出て行こうとするのをアチは慌てて引き止めた。これ以上ご迷惑はかけられません。あとは私だけでなんとか。いやちょっと待てって、どこ行くってんだよ。瞳がドアを開けた途端、二人は言葉を失った。あー、やっぱりこの人が。そうよね、目の前。ここまでまあ同じよ。同じですよね。ここからどうなんやろっていうね。うん。さあ、これで加納が、まあ、あの本を投げつけられることがなくなったので、トゥイコンティニュー来ました。うん。そう、あっちの、ここまでの話は同じやったよね。はい、じゃあ加納に戻って行きましょう。行きましょうか。犯人の追跡。外国人は細い路地に逃げ込んだ。